茨城県取手市にある桔梗の滝京姫入水の地へ行ってきました。平野将門史跡です。平安中期、日立国を舞台に反乱を起こし関東全域を暴れ回った平野将門は坂東の風雲寺と呼ばれました。将門は小高い要害の地、岡台地現在の富士城町岡地区に愛する桔梗姫を住まわせておりました。桔梗姫はここから毎朝日の出を拝み将門の分を祈っておりました。また将門も正月には必ずここから朝日を拝んだことから屋敷はいつしか朝日御殿と言われるようになりました。でも将門と桔梗姫の生活は長くは続きませんでした。将門は平貞盛と藤原秀里の軍勢に敗れあえなく討ち死にしてしまったからです。将門の死を知った桔梗姫は嘆き悲しみ、将門の後を追って朝日御殿の下に広がる沼に身を投げてしまいました。その後沼は干上がり、明治になると水田に変わって人々は桔梗田と呼ぶようになりました。ところがこの田を作る家の若い娘になぜか不幸が続くのです。土地の人々は桔梗姫のたたりではないかと不安があり、桔梗田を岡神社の所有として共同で耕作するようになりました。またこの辺りでは桔梗の花も植えないということです。ご視聴ありがとうございました。これからも平野将門関連の歴史、史跡を巡っていきたいと思っております。よかったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。